地獄の時点に描かれたゴモリーの差し絵グレモリーは、悪魔学における悪魔の一人。ゴモリーあるいはガモリーゲモリーとも呼ばれる。呼び出される際には、公爵夫人の奉還を腰回りに結んだ美しい女性の姿で現れ、大きなラクダにまたがっている。過去、現在、未来、そして隠された財宝について知り、それを語る。老若問わず、女性の愛をもたらす力も持つ。 悪魔の義王国によると、その力は特に若い乙女に威力を発揮するという。ゴエティアによると、地獄の26軍団を従えるソロモン72、悪魔の序列56番目の競争な公爵である。ミュンヘン高齢術手引書では、カエネロンという名前で登場しており、27軍団を配下に持つ公爵であるという。ゴエティア及び悪魔の儀王国では、 ウェパルと並んで女性の姿で出現する数少ない、悪魔である。クレモリーという綴りは、アレースター・クローリーらが編集した、ソロモンの小さな鍵にのみ見られる。サダマナーキア・デーモヌム、ハット・ザ・レッサー・キー・オブ・ソロモン、P45 エティア・ハット・フォービドン・ライツ、P166 及び、P292、ありがとうございます。